ちょっとね、不思議なね、顔してますね。はい、どうも始まりました。歌うチャンネルです。よろしくお願いします。それと、こちら。ベイシアでーす。よろしくお願いします。はい、今日はね、何をするかと言いますと、朝からね、またここの作業というか草むしりをね、また、やりまして、今日ね、大して進んでないんで動画も、回してはいないんですけど、ちょっと疲れてしまったので、ここでね、ちょっとね、疲れてしまったので、少しね、ここでなんか撮影できないかと思って、今ちょっとカメラを回してます。はい、せっかくこのね、開けた土地が、ようやく草もね、むしって、枯葉もね、片付けて出てきたので、ここでね、ちょっとあることをやりたいなと思って、じゃあね、それをちょっとね、何かというのを紹介していこうと思います。はい。これが何だか、わかりますか？これ実はね、去年ね、キャンプをしたいと思って、Amazon さんで購入したテントなんですけど、すごいね、今テントってこんな安いんだなと思って、僕ねあんまキャンプとかってしばらくしたことがなかったのでびっくりしたんですけど、これが多分2000円ぐらいで買えるんかな。テント一式2000円ぐらいで買えて、でまあその時にね、キャンプをするって言って、実はね他の方のテントがねあったので、このテントねまだね使用してないんですよね。一回ね組み立てたりはしたんですけど全然使用してなくて、今回ね、まあ、ここで何かできないかと思って、このねテントをねちょっと組み立てて、入ってみようと思ってます。はい。でね、まあね、ちょっとねキャンプっぽい感じのことをねしたいなと思ったので、今日はねうずらと一緒にバーベキューなどやれればいいかなと思ってます。でまあね、ゆくゆくはねここにね小屋が建つんですけど、そこにもねちょっと泊まってうずらと一緒にねキャンプとか、ねできればいいかなと思ってるので、そのね練習として今日はねこちらのテントとバーベキューの方うずらと一緒にやっていこうと思います。はい、じゃあそれではね組み立てていこうと思います。はい、じゃあねここのちょっと、ゴミとかを払って、なんかね竹のでも節とかあったりするから、ここにちょっとやったいな。根っこちょっと取りましょうかね。なんかもうテントが2000円とかで買えるとちょっとあれですよね。はい、じゃあ、中のねセットはこんな感じ。これがテント本体と、これが突き刺すやつで、これが棒ですね。棒なんて言えばいいんか。はい、じゃあねこれをちょっとね、組み立てていこうと思います。これがどうに使うかわからないどっから通すんだろう。とりあえずこれ刺しておけば、よし、こんな感じであっという間にできました。すげえ、作るのは簡単。じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、テントの中はねこんな感じです。すごい、これ2000円にはね思えないような感じですよね。あ、一応このねこういうのがついててね、これで蚊が入らないやつか。やっとるか。す
素晴らしい作りですね。2000円とは思えない。はい、すごいな。一周ちょっと、おお、すごい。あ、でこれがこうか、こういう感じかな。これで雨も入らないと。うおー、素晴らしいな。これで2000円じゃ。ちょっとね、じゃあ中入ってみましょうか。どんな感じか。あ、想像以上にね、広いっすね。ちょっと横になってみようと思います。よっしゃ。あ、全然ね、平気ですね。僕の身長がね、171センチなので、足をね、伸ばしても全然寝れますね。あ、いいな、これは。ちょっと閉めてみよう。おー、素晴らしい。なんか、これが2000円で売ってると思わないですよね、ほんと。よし、ベイちゃん出ていいよ。こんなかな、お前は自由だぜ。あー、しゃしゃ。はい。ウェイ自由だよ。こんな感じでいいぜ。ちょっとなんか不思議な顔してますね。やっぱこの床の素材がもう新しいから。ベイ社どうですか、テントは。ベイちゃん。ちょっとね、不思議なね、顔してますね。心配なんかな、さすがに。ここはどこなのかっていう。はい、じゃあね、テントはね、こんな感じなんですけど、じゃあ次はね、ちょっと、料理をしていこうと思います。はい、じゃあね、キャンプ用のね、ああいうコンロみたいなのがあるわけじゃないので、こちらでやっていこうと思います。ああいうのやっぱ高いんだろうな、買うと。結局ね、これも未開封のままね、いただいたものなんですけど、まあ普通のね、家庭用のガチのコンロだよな。まあ家でね、使うやつです、これ。火炊いたらね、ちょっと危ないし、うずら煙がね、嫌がると思ったので、これがちょうどあったので、これをね、使います。はい、でね、今日はね、こちらのウインナーとホルモンを用意しました。はい。で、まあいつも通りね、長靴なんですけど、今日はね、まだまだちょっと動かないといけないので、ノンアルのね、黄色のやつでちょっと乾杯しようと思います。いただきます。うん、うまい。なんかこれはこれでなんかいい時間じゃいい時間なんかな。はい、でね、ベイシアにはね、ミルアームをあげていこうと思います。ねえベイちゃん、ねえ。おお、焼けてきましたね。うまそう。はい、じゃあいただきます。うん、うまっ。ベイシャうまいよ。ミラムあげるかんね。よっしゃ。じゃあね、今日はね、これにね、ちょっと入れていこうかな。バタロールにみんなを挟んでいこうと思います。でね、調味料がないんで普通に食べます。いただきます。やっぱね、外で食べるご飯はね、また違いますよね。めちゃくちゃうまい。いただきます。うん、うまっ。ごちそうさまでした。今日はね、またちょっと違った形の動画となったんですが、キャンプとかってなかなかね、敷居が高くてね、僕も今まで始めたりっていうのがあまりなかったんですけど、周りにもね、やっぱキャンプ好きな友達とかも多かったりとかするので、ちょっとね、教えてもらおうと思ってます。コロナがね、明けたらね、他のところに行ってお魚釣りして、その魚をさばいて食べたりとかね、そういうのがね、またできれば面白いかなっていうのを思うので、またちょっとゆっくりやっていこう。
こうと思います。それではね、ちょっとベイシアとねこのテントに入って少し休んで、もう今日ねちょっと雨降ってきちゃいそうなんですよ実は。なので、今日はねこんな感じで終わろうと思います。じゃあね、そんな感じでね、今日はねこんな感じの動画だったんですけど、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、以上ウサウズチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。